次は箱崎です。ご乗車ありがとうございます。まもなく箱崎に着きます。降り口は左側です。開くドアと足元にご注意ください。閉まるドアにご注意ください。次は吉塚です。
次の寄せ塚より乗り換えのご案内いたします。福岡豊線途中笹栗から快速運転の快速列車能形行きは11時54分4番乗り場途中クローバルを通過いたします。普通列車の能形行きは12時14分同じく4番乗り場からです。ご乗車ありがとうございます。まもなく吉塚に着きます。降り口は右側です。3番乗り場に着きます。開くドアと足元にご注意ください。いたします。閉まる側にご注意ください。次の博多より乗り換えのご案内いたします。佐賀方面途中港北を通過します。特急リレーかもめ25号長崎行きは11時52分4番乗り場途中久留米より九大線を通ります。特急ユフ3号別府行きは12時13分5番乗り場九州新幹線さくら549号鹿児島中央行きは12時1分新幹線15番乗り場からです。新幹線乗り換えのお客様は階段下の通路から新幹線乗り換え改札口へ筑肥線筑前米原唐津方面地下鉄線をご利用のお客様は一旦改札口を出られて地下鉄乗り場へお越しください。ご乗車ありがとうございます。まもなく博多に着きます。降り口は右側です。6番乗り場に着きます。開くドアと足元にご注意ください。なおこれより先列車が大きく揺れる箇所ございます。足元手回り品にご注意ください。降りの際は車内にお忘れ物ございませんようご注意ください。